はい、おはようございます。ただいま滋賀県大津市是々駅付近にいます。この光景、そうですね。2021年1月1日もこの場所からスタートしました。今は3月です。2ヶ月ぶりにやってまいりました。はい、隣にはね、焼肉屋さんがあるんですけれども、昨日12時ぐらいに来たらまだ電気ついてましたね。さすがですね。今時珍しい午前1時までの営業ですね。東京では絶対見ない光景です、ほぼね。で、今日の滋賀県あいにくの雨、今は降っておりませんが、地面がすごい濡れてます。で、これがかつて西武があったところですね。あ、だいぶ解体が進んでますね。で、1月1日は、ここからですね、琵琶湖の方に行ったんですけれども、今日どうしようかなというふうに考えております。見るならね、せっかく見るなら違うところから見たいなというふうに思いますので、今日はちょっと先に進みます。まあ、そういうのは多分私寒いからだと思います。まあ、1月もかなり寒かったですけれども、今日よりは着込んできていたので、今日は結構薄着できてしまいました。今日は全く気づきませんが、月曜日です。月曜日ということで、月曜日の朝8時ですね、8時を過ぎました。ということは、今日は皆さん今からお仕事、学校に通勤される方が多数、私のようにふらふらしている人間はレアということになりますね。これから京都方面行くんですけれども、電車って混んでいるのでしょうか。ぜひね、せっかく来たので、朝の通勤時間帯の、東海道本線、京都方面、もしくはその反対方面見ていきたいと思います。はい、是々駅に到着しました。ここに来るまでの間ですね、たくさんの人が琵琶湖方面に歩いていきました。学生さんが一番多かったですけれども、大人の方も結構いましたね。はい、今京阪電車がやってきますので、見ていこうと思います。たくさん人がいますね。ここは京阪電車、京阪。この近くに高校があるんでしょうかね。本当に高校生がたくさんいますね。やはり通勤時間帯の様子とか違いますね。いろいろ見てみるのも楽しいかと思います。さて、今新快速ですかね、電車が通過していきます。京都大阪方面の電車です。右手側4番ホームを、通過していきました。で、次ですね、京都行きの電車が、普通電車がやってくるので、そちらに乗りたいと思います。時刻は8時30分を回っています。いや、ラッシュ時間帯の京都駅もすごそうですね。今から行くんですけれども、ちょっと楽しみな部分もあり、恐怖もありといったところです。今こんな朝早く出たのは、やはりナイトパックを適用したいからという理由なんですけれども、今からイオンモール行ってもやっておりません。なので、適当に時間を潰して、開店と同時にお店に入れるような形を取りたいと思っています。では、到着まで待ちたいと思います。列車に遅れが発生しております。8時34分発普通列車の京都行きですが、ただいま列車を緊急停止させる信号を受信したため、石山駅にて車両の確認を行っております。はい、ただいま、1つ前の駅、石山駅で緊急停止しているようです。いやー、私はね、何も予定ないからいいですけど、通勤通学の時にね、こうやって停止されると困りますよね。しょうがないっちゃしょうがないですけど、地元8時34分発普通列車京都行き、ただいま石山駅を出発いたしました。約3分から4分遅れて当駅に到着予定となります。ご利用のお客様、3番乗り場でお待ちください。まもなく3番乗り場、遅れております普通列車京都駅に到着をいたします。何も湖西線内での緊急信号を受信したということです。湖西線でもこちらの琵琶湖線に影響してしまうんですね。でももう石山駅出発して、もう見えましたね。来ました来ました。ここは滋賀県ですが、京都駅まで2、3駅ですよね。いや、滋賀と京都って近いかなというふうに思います。そして案の定もいっぱいですね。でも通勤でボックス席座れるっていいな、ちょっと羨ましいです。では乗っていきたいと思います。